誰か困…行くぞ。どうだ。さて、承知した。おう。ラギルだけじゃなくてリオハリムまで混ざってくるなんて妙なことになって。しまったな。では行かないようだ。死の精霊術だ、ロックブレイク。死の精霊術だ、ロックブレイク。バラス、スルボ、テラリビーレ、コナリジンとなれ。テラリビーレ、コナリジンとなれ。テラリビーレ、相手になろう。いかがかな、テラリビーレ、コナリジンとなれ。テラリビーレ、テラリビーレ、コナリジンとなれ。かわせるか、そこだ。相手にコナリジンとなれ。よくやった。ティオハリム、すまない。よし、結局ナギルに勝ち越せないままだったか。
ラギルの執念もすごかったな。まさか前より強力な鎧を用意してくるとは。これからの勝負のと、なあ、あ、なんだと。おい、条件が合う場所を探すだけでもなかなか。なんか難しいものだな。だがおかげで分かってきたこともあるぞ。釣り堀は安全に釣りを楽しめる場であるだけでなく、やったぜ。え？よし。やれやれ。まさか釣り堀で。泳ぐという発想になるとはな。しかし町の人たちが喜んでくれるのならば。キサラ、無理に。おい、ちょっと。ああ。
ええ、そうね。よっしゃ。子供が危ない目に遭っても関係ねえってか。追いかけるとは言わねえけど、もう少しなんかよ。ロウ、気持ちはわかるけれど、彼らを責めても何も変わらないわ。わかっ、見つけたぞ。よかった。その様子だとズーグルには遭遇してねえみたいだな。誰ですか、あなた。僕、ダナと話すつもりはありません。あなたを探しに来たのよ。ここは危険だから私たちが家まで送るわ。場所はファガン遺跡で合ってるかしら。確かに僕の住まいはそこですが、まだ帰るつもりはないですよ。おいおい、話聞いてなかったのかよ。ここはズーグルも出るから危険なんだよ。ズーグルなんて精霊術が使える僕にとっては怖いものじゃないですよ。バカなんですか。バカだと。ちょ、おい、待てよ。えっ、くそ、ひっちまった。それにしても、なんて生意気なやつだ。誰だよ、怯えて泣いてるなんて言ったのは。誰って、それはあなただったと思うけれど。でもこのまま放っておくわけにはいかないわね。仕方ねえ、追いかけるか。少し強そうだけど、見返りも期待できる。しつこいな。僕は帰らないって言いましたよね。だったらせめてこんなところに来た理由を教えてくれないかしら。はあ、仕方ない、教えてあげますよ。じゃないとモスガルまでついてこられそうなので。お前、モスガルに行きたいのか。それなら大人たちと一緒の方が安全じゃねえか。それじゃ意味ないんです。僕が頼れる総帥だってアイカたちに教えてやらないと。はあ、総帥なんだそれ。親分みたいな意味よね。いや、言葉の意味はわかるけどよ、一応誰が何の親分だって。はっ、聞いて驚くがいい。僕はある組織の総帥で、モスガルに配下たちが大勢いるんだけど、今はモスガルに入れないらしくて、配下たちに会えないんだ。入れないと知っているのに、なぜモスガルに向かっているの。この辺りには強力なズーグルもいて、子供の遊びの組織ごっこでうろつける場所じゃないのよ。遊びじゃありません。僕はモスガルにいる配下たちに、今も強い総帥が健在だって示す必要があるんです。組織の秩序を保つためにね。ですから一人でモスガル近くの強いズーグルを倒そうと考えています。まあ、
そうすりゃ噂が子分たちの耳に入るだろうって考えか。なんで？その組織ってのはどんな活動してんだ？そんなこと、バカなあなたには教えません。もう話は終わりです。それじゃあ。なんだよ、こっちが話に乗ってやってんのに、それにバカって言うやつがバカだぞ、バーカ。子供相手に喧嘩しないでちょうだい。それよりあの子、また一人で行ってしまったわ。たく仕方ねえな。今度は逃げられないようにとっ捕まえるか。組織の下っ端に迎えてあげてもいいです。だから組織ってなんだよ。まあいいや。なあ、それよりこれで危険だってことは分かっただろう。言われなくても分かってましたよ。僕だけじゃ危険だったってことくらい。けど僕の友達は
みんなモスガルに収容されているんです。そうだって聞いてます。レネギスにいた頃は毎日楽しかったです。みんなで組織を結成して、僕が総帥になって。なんだよ、ただ友達に会いたいってのが本音か。だったら初めから素直にそう言えよな。気持ちはわかるけれど、あなたが危ない目に遭ってその噂が友達の耳に入ったらどうなるかしら。きっとみんな心配するわね。あなたに会おうとして今度は友達が危険な目に遭うかもしれないわ。そんなけどお前一人でここまで来るなんて大した根性だな。生意気だけどお前は骨のあるやつだ。その根性があって頑張ってりゃ近いうちに子分らとも会えると思うぜ。本当？ああ、けどな、自分が親分のままでいたいならただ強くなるってだけじゃ足りねえんだ。まず頭が良くないとな。モスガルに入る方法がねえなら考えてみろ。何かしらあるはずだ。それに相手がダナかレナかで態度を変えるのは古い考え方だぜ。これからはそんなんじゃダメだ。でも僕の周りの大人はみんな。大人が全部正しいと思うならなぜファガン遺跡から出た？お前はお前の考えでここにいるんだろ。いいか、バカな親分についてれば子分も不幸になる。そうならないためにやることは山ほどあるはずだぜ。ダナにもあなたみたいな人がいるんですね。確かに僕には課題があるみたいです。それを解決して僕立派な親分になってみせますよ。そうしたらあなたを正式に子分にしてあげます。あ、親分じゃなくて総帥、総帥です。じゃあひとまずはファガン遺跡に帰ります。また一人で勝手に。何？また危なくなったら俺が助けてやるぜ。あの子ローと話して明らかに目の輝きが増したわ。あなたって意外と人への助言が的確よね。意外は余計だろ。けどまあ、あいつの役に立てたんなら俺も嬉しいけどな。ローのおかげで、あの子の問題は。解決できたみたいね。ああ。君たちも悩みがあるのなら、今後は。マハバル。ちょっといいか。お、アルフェン、元気にしてたか。なんだかえらく真剣な顔してるな。世界を回ってきたあんたに聞きたいんだ。婚礼の儀ではどういう花を使うのが適切か知らないか。花？しかも婚礼の儀？ああ、特別な花を使うものなのか。実際に使えそうな花の情報でもいいんだが、その場合は可憐な感じの白い花がいいと思ってる。まあ待て、落ち着け。俺に相談事とは嬉しいが、
俺はあんまり花に興味もねえしな。そこをなんとか思い出してみて。本当に大事なことなの。婚礼の儀に使う花だってんなら、結婚する二人の好きな花でいいんじゃねえか。好きな花か。俺は特にないな。というか、花の名前だってほとんど知らない。なるほど。アルフェン、お前事情はうすうす分かったぜ。うん、そういうことならよくよく考えてみるか。確か、いや違うか。あ、確かカラグリアでぴったりの言い伝えを聞いた気がするな。言い伝え？そう、カラグリアにしか咲かない珍しい花があって、それを身につけると永遠に幸せになれるっておとぎ話さ。本当か？おとぎ話なんて知らなかったな。そう言われてみると、前に本でそんな花について読んだことがあるような。ああ、カラグリアの連中に聞けばもっと詳しいことがわかると思うぜ。だったらウルベゼクで紅のカラスのみんなに聞いてみるのが早そうだね。ありがとう、マハバル。あんたは本当にいざって時に頼れる男だ。そりゃお互い様だ。そっちの事情はあえて聞かないが、頑張れよ。あ、またな。ここは、仮面はいないようね。偏僻なのが幸いして、まだカルベイセルの手が及んでいない。なるほどの。釣り堀を作りたいが、なかなか候補地が見つからんと。なったらこの場所に作ってみてはどうじゃ。動物と自然に囲まれたここなら最適じゃろう。本当か？やったな、キサラ。ああ、ここなら私もすぐに顔を出せるし、ズーグルが近づかないよう巡回もできるからな。そうしてもらえれば牧場も安心で一石二鳥じゃわい。よし、そうと決まればあとは釣り堀を作る手配をするだけだな。いや、少し待ってくれ。私なりに考えたんだが、今まで回った候補地にも釣り堀を作ってみたいんだ。え？だが他の候補地はいろいろと理由があって釣り堀を作るのは難しいんじゃないか？確かにそれぞれ理由はあったものの、同時に釣り堀を作る意義があることも分かった。だからこそ私はそれを切り捨てることはできないと思ってしまったんだ。そうか、キサラらしい考えだな。じゃあ釣り堀の候補地は再度検討か。いや、今まで回った候補地に全部作っていくつもりだ。もちろん資金は必要になるが、頑張って貯めていくさ。全部の候補地にか。壮大な計画だな。わかった、俺も最後まで付き合うよ。
うちに釣り堀を作るときはわしも手伝うぞ。しっかり仕事は慣れとるからな。ありがとう。そのときはぜひ頼らせてもらうよ。私の夢はまだまだこれからだな。しかし、いつか海釣りができる場所も作れるといいな。いや、それはさすがに欲張りすぎか。夢はいくつあってもいいと思うぞ。身につけると幸せになれる花。カラグリアには美しい伝承があるのだな。伝承自体は知ってる人が少ないかもね。確かすごく古いおとぎ話だったと思うから。だが現地に行けば花については知る者がいるだろう。まさか君にこのような計画があったとはな。黙っていてすみません。あなたを煩わせたくなかったのです。ほんのささやかな夢のつもりだったので。いや、ささやかではないだろう。人のつながり。ありがとう。よし、どうかしら。おお、え、わかったわ。はい。驚いたな。グラニードーナツがシスロディアにも広まっている。なんて、もう立派なカラグリアの名産品って感じだね。それにシスロディアでも美味しく食べられるドーナツが完成すれば私も楽しみが増えるわ。それは喜ばしいことなのかもしれないが、今から財布の中身が心配になってしまうな。キサラ、いつも苦労をかけてすまない。ティルザ、こっちに帰ってきてたんだな。ええ、相変わらずペレギオンと行ったり来たりよ。どうしたのアルフェン、何か困りごと？実はある花を探してるんだ。この辺りに身につけると幸せになる花があるって聞いて。身につけると幸せになる？なんだそりゃ。カラグリアにしか咲かない珍しい花なんだけど、聞いたことないかな。珍しい。もしかして
あの花のことか。ほら、イグーリア高地に生えてる白い。私も知ってる。確かに他では見ない花だけど、あの花にそんな伝承があったのね。それでどうして幸せになる花が必要なの？実は今婚礼の儀について調査中なんだ。俺は何も知らないから、まずはブーケの花について情報を集めてる。そしたらぴったりの花がカラグリアにあるって聞いたから探してみようかと思ってさ。そうだったのね。なるほど、婚礼の儀。アルフェンがそんな調査をね。何か事情があるみたいだな、アルフェン。うまくいくことを願ってるが、しかし花が生えてるあたりは最近ズーグルがいるんだ。もしかすると踏み荒らされてるかもしれないぞ。私たちが行って確かめてみるよ。教えてくれてありがとう。ちょっと待て、さっきからティルザとネアズがニコニコしてるのが気になるんだが。お前な、話の流れでわかるだろう。それってまさかお前が、アルフェン、お前誰かを幸せにする気か。いや、そんなこと言ってないだろ。俺はただ純粋に婚礼の儀の調査をしているだけだぞ。この裏切り者、俺より先に許さん。違う、誤解だ。本当にそうじゃないんだ。ネアズ、なんとか言ってくれ。誤解なら悪かった。とりあえずこのバカはほっといて早く探しに行け。くれぐれも気をつけてな。すまない、あとは頼む。待て、アルフェン。あーちくしょう。イグーリア高地に行こう。ブーケに使えるような花の実物。ズーグルにあら、荒されてないといいんだが。
くがいい。傷を負ったらすぐに行って。ああ、頼りっぱなしになりそうだ。何度見ても不思議な。あっという間に成長するんだからな。大将、それ人に向けてやったらどうなるんだ。試したことがないのでわからないな。もしかして自分にやってもらったら身長が。助かせないよ。私が止めるよ。俺に任せてくれ。燃えろ。簡単に絶対に脱がせてくれ。すぐ行かせて。落ち着いて。カイトの感心本当に強いね。アルテ、できることを全力でやるまでだ。サバにいれば何でできるよ。相変わらずの手際ね。そうか、終わってないのか。ま、前から良かったってことに。強いに絶対にするなんて。あがくがいい。ほうか、この人たちを今だよ。こういう連携だ。あんたにいれば見せるのに。できるのに。ドラゴラケ氷の槍を次次次決めて。氷の槍よ。やめる。フリーズ。すごく綺麗な花だけど、やっぱり踏み荒らされちゃってたみたいだね。だが元気な花も少しはあるぞ。なるほどな、これが幸せになる花か。勉強になったよ。実物が見られてよかったね。荒らしてたズーグルは倒したから、きっとこれからたくさん育つよ。そうだな、婚礼の儀で使いたいという人がいればここで積んでいけるようになるかもしれない。そうなるまでには少し時間がかかるかもしれないけどな。どうしたリム。なんだか少し寂しくなってきちゃって。寂しい？どうしてだ。ちょっと想像しちゃったんだ、アルフェンが婚礼の儀をする時のこと。お相手はもしかしたら私の大事な友達だったりして、なんて。ただの想像だよ。もしそうなったら
私の大好きな二人が一緒の未来を過ごすのはすごく嬉しいなって、嬉しいんだけど、一番大好きな友達を取られちゃうみたいな気持ちもちょっとだけある。キンベル、アルフェン、もしそうなったらね、私の友達のこと絶対にずっと大事にしてほしい。ダメだ、ただの想像なのに泣きそうになっちゃう。リンベル、俺が将来どうなるかはまだ何も決まってないから、その想像はしまっておいてほしいんだが、でもリンウェルはその友達と最高の友達なんだな。きっとその友達が今の言葉を聞いたら嬉しいんじゃないかと思う。なんとなく俺からもお礼を言いたいよ。ありがとうリンウェル。うん、あ、ごめんね、想像のお話なんかに付き合わせて。いや、いいんだ。そういえば、もう一つ考えてたことがあるんだ。ブーケを投げると一人しか受け取れないでしょ。あれって不公平だよね。なんとかできないかな。例えば、花を一本ずつ配るとか。あれはブーケ投げを楽しむものじゃないのか。配ると投げられなくなってつまらなくならないかな。そっか、なんとかできないかな。どう思う、プルル。プルルル、ちょっとプルルと相談してみるね。何かいい解決策を思いついたら、それも婚礼の儀と一緒に流行るかも。フルル、さっき言ってたブーケについての相談、今からしよっか。フルルル、楽しそうね。何の相談かしら。しよう。ごめん、ただ遊んでた。いや、リューハリム？
ほう。異物はどこ？から来るのかって面白そうな題名だね。どんな内容なのかな。異物はどこから来てどこへ行くのか、ぜひとも先人。感謝する。わかったわ。うん。あら？どうかしら？ありがとう。どうかな？ありがとう。そうね。カモン。
れ？が減ってるような。ごめんなさいリンベル、私が少しだけ食べてしまったの。でも聞いて、最初は3つで我慢しようとしたのよ。だけど気づいた時には6つも食べてしまってて。いや、最初の3つでもダメだからね。